娘のダリアンだ。オラジミー。頭の番号何なの？泥棒よけの登録ナンバーか何か？いや、フットボールの背番号だ。高校の時の。中退でしょ。どうやら俺はお邪魔みたいだ。台所に行ってるよ。じゃあな。ジョー、お前に似て愛想のいい子だ。なれるさ。ダリアン、アイスクリームあるぞ。食べるか。ほっといて。大嫌い。トミーとのデートに行かせなかったんでカンカンなんだ。あのパーティー、すっごく楽しみにしてたのに。デートぐらい行かせろ。まだ13だぞ。黙ってろ、てめえは。アイスクリームだぞ。口聞きたくない。そりゃ残念だ。お前の可愛い声を聞きたかったのに。パパ大嫌い。チョコチップだ。好きだろ。うるさいわね、クソったれ親父。食べ物を無駄にするな。お上品な言葉だ。クソったれが。そんなこと初めて言われた。大嘘つき。いい加減にしろ。しょっちゅう言われてるくせに。もうやめろ、ダリアン。また私を外出禁止すれば。じゃあそうしよう。はい、バカ親父。1週間だぞ。あっち行ってよ。おい、偉そうに親父面して頭くるわ。この口の利き方なんだ。え、何様の総理だ。一日中女房にガタガタ言われ、その上今度は娘からが。子供にそう怒鳴ることはねえだろ。何を言おうが俺の勝手だ。さあどうした、もっと汚い言葉を使ってみろ。ほら、うるさい。出来損ない。ダリアン、お前は俺の娘だ。このうちに友情、親を敬え。二度とそんなこと言うな。言っちゃ悪いの？ママだってしょっちゅう言ってるわ。俺を出来損ないだと？いつ？ J おじさんと電話で。 J だって？こいつは驚きだ。俺は出来損ないで J おじさんは立派な人間か。あいつはいつも税金をごまかす悪人だぞ。ママに聞いてみろよ。ご立派なおじさんはなんで無償入りしないのかって。出来がいいからでしょ。ダリア、寝なさい。50ドルくれたら娘の生爪剥がしてやるぜ。せっかくだが楽しみは譲れねえな。娘のダリアンだ。俺はジミーだ。頭の後ろのナンバーは何？車のプレートが盗まれた時の曜日？いや、フットボールのナンバーだ。高校のだけどな。いつ卒業すんの？テレビの邪魔をされたくないのか。よし、向こう行くよ。またな。ジョー、お前に似て可愛い子だぜ。すぐになれる。ダリアン、アイスクリームがあるが食べるか。ほっといて。大嫌いよ。トミーってガキとのデートを許さなかったからって怒ってるんだよ。今年最高のパーティーだったのに。なんで許さなかったよ。まだ13のガキだぞ、バカ。本当にいらないのか。あんたに話してない。残念だな。例のやつをまた聞かせてもらいたいのに。ペペ大嫌い。チョコレートだ。好物だろ。構わないで。あんたはクズよ。今のは初めて聞いたな。もっと言ってみろ。いえ、さあクズ以外に何がある。クソったれ。よし、もういい。いつも呼ばれてんでしょ。もういいと言ってるんだよ。何を外出禁止を伸ばす。お望みならな。イエッサ、クソったれ。一週間だ。ほっといてよ。おい、子供に偉そうに説教できる身分なの。よくもそんな口が聞けるな。え、母親と同じだ。あいつからケトが出るほど聞かされた上に、お前まで同じことをわめくのか。え、子供相手に無気になるなよ。俺の娘だ、ほっとけ。よし、言ってみろ。どんどん汚い言葉を吐いてみろ。さあ。あんたなんて負け犬よ。ダリア、
お前はパパの娘で、ここはパパの家だ。パパを尊敬しろ。負け犬とは何だ。なんでいけないの。ママがいつもそう言ってるわよ。ママがそう言ったって。いつだ。Jおじさんとの電話で。Jおじさん。ふん、俺は負け犬だ、認めよう。だがいいか、Jおじさんは本物のクズだ。あいつは脱税の神様だよ。今度ママに聞いてみろ。ご立派な Jおじさんが刑務所に行かずに済んでるのはなぜか。負け犬じゃないからだわ。ダリアン、もう寝なさい。50ドルであの子の爪を1本ずつ剥がしてやってもいいぜ。そんな楽しい真似を人に譲れるかよ。娘のダリアンだ。俺はジミー。頭の後ろの番号は何。盗まれた時のためのナンバープレート。いや、フットボールの背番号。高校時代の。いつ卒業したの。邪魔しちゃ悪いようだな。失礼して、俺はキッチンに行くよ。じゃあ娘も親父と同じでアイスがいいぜ。すぐ慣れる。ダリアン、アイスクリームがあるぞ、食べるか。ほっといてよ。パパなんか嫌い。トミーとのデートを許さなかったもんで怒ってるんだ。おかげで最高のパーティーに行き損なった。なぜ許してやらない。当たり前だろ、あの子はまだ13だぞ。アイスクリーム食べないのか。パパとは口聞かない。それは残念だ。お前の楽しいセリフを聞けないとはな。パパなんか大嫌い。チョコチップだ、好きだろ。うっせんだよ、もうバカみたい。食べ物を無駄にしてしまったぞ。パパにそんな口を聞いていいと思ってんのか。パパはバカなんて言われたことないぞ。ざけんじゃねえよ。いい加減にしないか。年中言われてるくせに。もういい、ダリアン。朝をまた外出禁止。そうだ。いいともバカ親父。一週間禁止だ。頭きちゃう。おい、あんたなんか分からず屋のクソ親父よ。そんなに汚い口を聞きたいか。あ、ママみたいな口を聞きたいか。一日中外で言われてるだけでたくさんなのに、うちでまで言われなきゃいけないのか。子供相手にムキになんなよ。お前は関係ない、黙ってろ。さあ言ってみろ、汚い言葉をいくらでも言ってみろ。さあほら。パパは救いがたいカスよ。いいか、ダリアン、お前はパパの娘で、ここはパパの家だ。パパは許さんぞ。二度とその言葉は言うんじゃない。どうしていけないのよ。ママはしょっちゅう言ってるじゃない。パパがカスだと言ったか。いつ。電話で J おじさんに。 J おじさん、はあ、まったく。パパはカスで、Jおじさんはお利口でご立派な人間だってのか。脱税でよくぶち込まれないもんだよ。ママに聞いてみろ。税金ごまかしてどうして刑務所に行かずにいるのかって。カスじゃないからよ。ダリアン、寝なさい。50ドルくれたら、あの子の生爪全部剥がしてやるぜ。そういうお楽しみは人には譲れないよ。娘のダリアンだ。俺ジミーだ。頭の後ろのナンバーは何。車のプレートが盗まれた時の予備。いや、フットボールのナンバー、高校の時の。卒業できる。テレビの邪魔をされたくないのか。よし、向こう行くよ。またな。ジョー、お前に似て可愛い子だぜ。すぐになれる。ダリアン、アイスクリームがあるが食べるか。ほっといて、大嫌いよ。トミーとのデートを許さなかったから怒ってんだ。今年最高のパーティーだったのに。なんで許さなかった。まだ13のガキだぞ、バカ。本当にいらないのか。あんたに話してない。残念だな。例のやつを聞かせてもらいたいのに。パパ大嫌い。チョコレートだ。
好物だろ。構わないで。あんたはクズよ。今のは初めて聞いたな。もっと言ってみろ。さあクズ以外に何がある。クソったれ。よし、もういい。そう呼ばれてんでしょ。もういいと言ってるんだ。何を外出禁止令を伸ばす。お望みならな。イエスさあクソったれ。一週間だ。ほっといてよ。おい、子供に偉そうに説教できる身分。よくもそんな口が聞けるな。母親と同じだ。あいつからヘッドが出るほど聞かされた上にお前にまで同じこと言われるとは。子供相手に向きになるなよ。俺の娘でほっとけ。よし、言ってみろ。どん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 汚い言葉吐いてみろ。さあ、あんたなんて負け犬よ。誰やん。お前はパパの娘で、ここはパパの家だ。それを負けるとなんだ。なんでいけないの。ママがいつもそう言ってるわよ。ママがそう言ったって。いつだ。 J おじさんと電話で。 J おじさん、はっ、俺は負け犬だ。認めよう。だが J おじさんは本物のクズだ。あいつは脱税の神様だよ。今度ママに聞いてみろ。ご立派な J おじさんが刑務所に行かずに住んでるのはなぜか。負け犬じゃないからよ。ダリア、もう寝なさい。50ドルであの子の爪を1枚ずつ剥がしてやってもいいぜ。そんな楽しいことを人に譲れるかよ。